Ex-amateur champion and komusubi Chio Taidyu was for years one of sumo's most feared thrusters. Last November, though, he surprised many by walking away from professional sumo. To better understand his mind, I asked him to walk us through these past 2 years, starting with his best score of recent times in May 2021. まあ僕も32歳、まあ力士としてはやっぱもう結構おじさんの方に入ってましたけど、まあやる気も力も、まあ、僕の中では一つも衰えることはなかったと思ってますね。やっぱ自分の相撲も取れてましたし、何より相撲に対する熱っていうか、やっぱ周りの若い子がたくさん強くなってきたんで、負けたくないっていう気持ちで、まあ、場所に臨んでましたね。常に僕の相撲は本当に2種類で一発で持っていくか、あと引くかなんで、そんなその場所何のどの相撲が良かったって言われると、ちょっと考えますね。そんな特別いい相撲もなければ悪い相撲もそこまでなかったと思うんで、いやあのね、四つ相撲はもう先代千代の富士から絶対にするなって言われてたんで、稽古場ではね、その確認がてらに右四つ左四つとかやって、回しを切って頭をつけたりとかって結構やりますけど、場所に行ったらやっぱ不細工なんでね、相撲がやっぱ突き押しに徹底したからこそ、やっぱ小結びまで行けたと思ってますし、多分ずっと四つ相撲だけやってたら多分大怪我してたと思うんで、まあ、たまたま四つになったらそれなりに力が強い方だと思ったんで、まあ、勝てる相手と勝てない相手いましたけど、まあ、でもその琴恵光さんと組んだ時とか、いろんな人間と組んだ時の勝った相撲っていうのは本当にそれもたまたまで、本当に自分が四つ相撲がうまいっていう周りにも言ってもないし、全然うまくないんで、まあ、組んだ時は本当に力任せに相撲を取るだけですね。Those 10 wins returned him to Upper Division 1 and the glamour bouts against sumo's best. On July Day 9, he faced a man pursuing his 45th and final title, Yokozuna Hakuho. やっぱ力士たるもの、上位で相撲を取りたいっていうのは全員が思ってるんで、たとえそこで大負けしようが大勝ちしようが、やっぱ横綱大関とやりたいってみんな思ってますので、私もやっぱ久しぶりに上位に上がってきて、やっぱワクワク感の方が強かったですね。まあでも白鵬さんでのも初めてじゃなかったんで、うん、もう今までトータル11回12回ぐらいやってますので、まあ緊張っていうのはないですよね、はい、やっぱり勝ったら金星がつくし、懸賞金ももらえますので、やっぱりちょっと勝ちたいっていう気持ちでやっぱ土俵に上がってますけど、やっぱり大横綱なんですので、そう簡単にはね、自分の相撲も取らせてもらえませんし、やっぱ難しいですよね。やっぱり白鵬さんは張り差しか前みつ取ってくる相撲なので、僕は左で思いっきり一発目当たって、ちょっと空間密着するんじゃなくて、少しでも空間ができたら手伸ばしたいと思ってるんですけど、やっぱり回し取るスピードが尋常じゃなく速いで、取ってからの次の攻めのスピードも速い、だから毎回なんで勝てないのかなと思ってるんですけど、でもあの相撲は、いや、もっとやっぱ当たりたいんですけど、当たりを吸収されてしまうんで、うまく僕が 100% で当たっても、僕の力をうまく白鵬さんは結構に逃がしてくるんで、やっぱ こんにゃくみたいな感じなんですよね、体が柔らかくて本当に、はい、だからどうやったら勝てるかっていうのは多分未だにちょっとわからないです、僕は。 But by then, Hakuho was fearing hard charges, as these famous tactics proved just days later.
Why didn't he fear meeting Taiyu head on? まあ結構白鵬さんと稽古をしてたんで、僕はその部屋で九重部屋で稽古するよりもいつも時津風部屋に出稽古行ってまして、そこでは鶴竜さん、白鵬さんで高安関、もういろんな横綱大関が来るんで、そこで毎回稽古をつけてもらってて、僕がもうどう来るかっていうのを 100% 白鵬さんは分かっているんで、で僕はその白鵬さん相手に立ち合い変化もしないし、頭から行くこともないんで、絶対左から思いっきり当たっていくんで、だからもうバレバレだったんでしょうね、僕の相撲が。For a fighter nearing 33, 11 losses to sumo's best were not of major concern to Taiyu. まあそうですね。勝っても負けてもまず一発ちゃんと当たっちゃえば僕の立ち合いが、まあ、相手は絶対後ろに下がるんで、あとそこから自分の攻め方が良ければ勝てるし、やっぱ引いてしまってね、墓穴掘るとこが多かったんで、それをなくせばまだ上には通用するんじゃないかって僕は自分で思ってましたね。 And although four more losing scores would follow, he insists they caused little self-doubt or hardly enough to hang up his sash. いや、5場所6場所連続で負けても、うん、ずっと幕内に入れたじゃないですか、うん、僕はやっぱ幕内から落ちたら引退しようっていうのは思ってたんで、まだ幕内にずっと入れたんで、まだ引退っていうのはそこで考えてませんでしたね。 May 2022 brought a winning score and July yielded 6 wins from 9 and a bout with a tournament frontrunner who he'd known since primary school. やっぱり僕は翔猿が小学校 2,3 年生ぐらいから知ってましたので、ああこいつもここまで上がってきたんだなと思って、やっぱ先輩としてね、一人間としてやっぱ後輩には負けたくないって多分みんなが思ってるんですよ。絶対に相撲だけじゃなくて違うスポーツでも、もし野球だったらね、僕可愛がってる後輩がピッチャーで自分がバッターだったら絶対打ってやろうって思うじゃないですか、うん、それと一緒で絶対に負けたくないって絶対に勝ってやるって思ってたんですけどやっぱ強いですよね。やっぱやりづらさっていうのはないんですよ。まあ後輩だからね、やっぱ先輩が強いんだっていう姿を見したいっていう気持ちで、僕はやっぱ翔猿とか剣翔とか英乃海とかやるときは人一倍ちょっと気合い入ってたと思いますね。多分あれ掴んでましたよね、うん、あの最後あの引く時ですよね、うん、多分あれ入っちゃったと思うんですよ、手が、うん、そうですね。 That reverse proved sadly a turning point and he lost his remaining five with day 14 giving cause to reflect. やっぱ土俵際の一歩がやっぱ出なくなってきたっていうのは自分でもやっぱ30過ぎてぐらいから最後の一歩、その土俵際の一歩二歩が出ないっていうのはちょっと気づき始めてきましたね。やっぱ足腰の力が落ちてきたのと、あとはやっぱ相撲取ってれば勝った負けたっていうのは自分で分かるじゃないですか。で阿炎の時もうわ勝ったと思っていったら、でそこでやっぱ足がついてなくてやっぱ落ちたじゃないですか。いやちょっとやっぱ勝ったかもしれないっていう考えが頭の中に出てくるようになって相撲を取ってて、でもそれがちょっと良くないのかなって、やっぱ最後は勝負が終わるまで勝った負けたかっていうのはやっぱ考えずにがむしゃらに相撲を取んないと、やっぱああいう結果になりますよね。そんな負けて悔しいっていう顔なかなかしないんですけど、あの時はちょっと悔しかったですね。そうですね、俺勝ったかもしれない、なんで一歩出なかったんだろうなって、くっそーっていう気持ちで、はい。
but he still felt more than capable at 4 months shy of 34. And refreshed himself on the summer tour, the first such event since COVID had come. やっぱ巡業は、まあ、いろんな力士と稽古ができるっていうこともあるし、何よりやっぱそのお客さんとはそんなファンサービスはできませんでしたけど、やっぱお客さんもねお金払って見に来てくれてるんで、やっぱちゃんとした稽古を見せないといけないし、あとはまあ、ね、写真とかその赤ちゃんの抱っことかっていうのはできなかったんですけど、やっぱ元気な姿をね、まあ、いろんな方に見てもらえたので、やっぱ良かったなっていうのは思いましたね。September brought joy on opening day before 7 defeats on the bounce. Surely this must have shaken belief. いやまだ体は元気なんで、どうやったら勝てんのかなって一人で夜笑ってましたね。なんでこれで負けんのかなとか、どうやったら勝てんのかなってずっとその付き人に、俺どうやったら勝てるって付き人に聞いたら、いやもう前に出るしかないじゃん、あそうだよねっつって、そういう感じで、もう付き人もその、まあ、僕にずっとついてくれてる方がいるんですけど、それもいつもあの相撲取り終わった後支度部屋に帰るじゃないですか。で締め込みを外してシャワーを浴びる。で付き人がその体洗うあれを作ってくれてるんで、その時にそれを受け取って、俺今日どうだったって付き人に絶対聞くんですよ。いや今日はやっぱ当たりは良かったんですけど、その後やっぱ焦っちゃってるんで、やっぱ空回りしてますよねとか、もう正直に言ってくれって付き人に言ってるんで、やっぱ付き人もやっぱ言いづらい部分があるわけじゃないですか。でもやっぱそれをなしにして、もうお前がファンとして相撲を見た人間として俺のどうだったって教えてくれって毎回言ってるんで、今日もうちょいこうした方が良かったと思いますよとか、なんであそこ引いたんですかとかってことを全部もう付き人に聞いてましたので、ああそっか、じゃあなんで、あそっか、なんで俺あそこで引いたのかなって自分で考えることもできましたし、やっぱ付き人に聞くことによって、ああじゃあ明日はこうしようとか、ああこれがダメだったのか、でこれが良かったのかっていうのを教えてくれるんで、僕は相撲を取っててやっぱやりやすかったんですよね。 And with that approach, did he turn things around? まあ7敗してもね、まあ、そこから追い込まれた方が僕強かったんで、多少はね、まあ、残りの7番で結構いつもあの7回中4-3とか、だから5-2とか、多分残り7番8番でその負け越すっていうのがそんななかったと思うんで、いつも絶対6勝9敗か7勝8敗に絶対なってたんで、やっぱ自分が成績悪いと当たる相手も成績悪いじゃないですか。いい人間と当たんないじゃないですか。だから僕の考えは、お互い調子悪いから自分の相撲さえ取れれば勝てるって僕は思ってたんで、だからいつも後半戦結構巻き返してたイメージが多分あると思うんで、だからまあ良かったんじゃないですかね。やっぱ調子悪い同士の中でも絶対こいつより俺の方が強いって思ってたんで、はい。Then what on earth could have caused him to quit? いやこれはもう僕が辞めたし、もう協会にも残ってないから言いますけど、その体力の限界で辞めたわけでもないし、大怪我をして辞めたわけでもないんですよね。たまたまその六本木にね、お肉屋さんの物件がいいとこが空いたんですよ。で物件っていうのは1週間待ってくれ、1ヶ月待ってくれって待ってくんないんですよ。いい物件が空いたら、いろんな方が、いろんな人間が、何十何百っていう人間がその一つの物件を取り合いするんですよ。で僕は今やってる焼肉屋さんの場所をいい場所だと僕は思ったんで、だから親方に素直に「親方ちょっとお話いいですか?」っつって「どうした?」っつって「あの六本木にいい場所が空いたんで僕焼肉屋やるんで引退します」って、はい、僕は正直に伝えました親方に。親方は僕に「あ本当に引退すんのか?」と
はい、焼肉やりたいんで、昔からの夢なんでって伝えたら、あ、お前の夢なら俺は応援するし邪魔はしないよって言ってくれたんで、うわ本当にいい人だなって。普通だったらね、まだできんだろって、焼肉屋なんて引退した後でもできんだろって、うん、限界までやりなさいっていうのは普通じゃないですか。そうですね、はい、でも親方はお前の夢なら俺はもう何も言えないと、頑張りなさいって言ってくれたんで、うわ本当にここの指輪に入ってよかったなって本当に思いましたね。 Ah, the aspirant businessman inside. His uniquely themed restaurant opened 4 months ago. 僕が現役の頃によく行ってた自由が丘にあるお店がありまして、でそこの料理長が辞めるってことになりまして、辞めんならちょっとうちのお店で料理長として働いてくれませんかって笑いながら言ったら、あいいよっつって、あ本当に、それでもうスタートしたって感じ でその料理長も 12、3年フランスで修行して、そこのお店の料理長まで上り詰めてミシュランの一つ星を獲得するまでなりまして、で本当に腕は確かで、来るお客様もみんな満足して、うわこのご飯美味しいと。でもみんな お肉が出る前に6品7品そのフランス料理が出るんで、お肉が出る前にみんなお腹いっぱいだよっつって。But if ready to do all of this last October, why did he fight in November? で親方にはもう一回考え直せと。一回巡業出て、九州場所も出て、九州場所出ずに引退するんじゃなくて、その九州場所で自分の相撲を取って、それでもし無理だったら成績が悪かったり、もう自分の体がついてこなかったりとかあると思うしって言われて、あ分かりましたって、じゃあとりあえず九州場所までは出ますと、はい、でそれで成績悪かったりちょっともう限界を感じたら、はい、その場所中に引退させてもらいますっていう形で引退しましたね、はい、もう九州場所の時は本当にもう成績も良くなかったし、うん、やっぱもう物件が決まったんで、うん、もう相撲どころじゃなかったんで考えがね、それで逆に相撲取るのも対戦相手に失礼だし、うん、まあ、怪我することもあるんで、だからなるべく怪我しないようにちゃんと基礎運動だけはちゃんとしてっていう感じで九州場所は臨みましたね。 And I hope that clears everything up. He was thrilled to have that one last challenge of beating a rising star. あれにはちょっと負けたくなかったですね。やっぱ若いじゃないですか。で勢いもあったじゃないですか。ではこんな老いぼれでもやっぱちょっとは力見せたかったんで、勝った瞬間やったーって思いましたね。はい、あとはまあ一発でやっぱ持ってけないっていうのは分かってたんで、やっぱこうやって頭をつけて押して、まあ、最後引いたじゃないですか。うん、そうですね。まあ、あの引きのタイミングが良かったですね。The following day, he called it quits. あ、もう青山に電車道で持ってかれましたね。はい、もうあれで、あもう力出ねえと思って、で親方に、はい、もうこれが最後でいいですって言って、はい、もうこれ以上やったら怪我もする可能性もあるし、もう力も出ないんで、もうここでもう終わりにしますって言って、分かったっつって、で終わりました。Many asserted too soon, of course, but the man himself.Has no regrets. もう引退するって決めたから悔いは一つもないですね。なんならその現役中より今の方が楽しいですし、何よりなんか一人間としてなんか生きてんなっていう感じがしますね。やっぱいろんな方とお店に来ていただいてお話しする機会もありますし、あといろんな世界に行ける。もう引退してからドバイ、韓国、もういろんなもう国も今回ってて、では月に一つはいろんな国も今回らせてもらってるんですけど、やっぱり世界ではやっぱ僕の知らないことがたくさんありますし、まあ、そうですね、相撲界でやっぱ関取に上がれなくて
辞めてくお相撲さんがね、たくさんいる中で、まあ、一応小結まで行けたっていうのはやっぱ僕もやっぱ嬉しいし、やっぱこの辞めた後も、あ、もっと小結ってやっぱ周りのこともすごいじゃんってやっぱ言ってくれるんで、